まで行くとさ、高田さんの話もそうやけどさ、豪快な話はよく聞くわけ。近鉄なんかさ、亡くなった大木さん、もう監督室酒の匂いプンプンしてたと。大木さんはね、ね、あのまあオリックスいた時もそうだけど、うん、しっとり外野で永遠走ってんのよ。走ってるか、まあ、早歩きみたいなこと。大木監督が亡くなった。一生懸命こうやられてる、うん。おい、何してんねん、すごいな。いや、前の日の酒抜いてんねん。いや、もうすごかったもんね。急に思いつきで聞いた。急にピッチャー変えへんで、あの時権藤さんやな、権藤ピッチングコーチだから、あれは横浜で優勝したな、権藤さんがピッチングコーチで、ピッチングコーチが行ってバッテリーでマウンドでこうさ、次どうしようか言ったら、もうピッチャー変え、ピッチャー答えて言うてる、いやいや話しちゃうやん言うてってなことも よけあったとか。でも、大木さんすごいとこは、はい、あの選手には門限作らなかったっけ。そうやね、あの人だけは。でしょ、うん、でなんでかって知ってるの。主論、自分、門限作ったら自分が飲みに出れない。やっぱり自分が飲み歩くためには門限を作っちゃいけないっていう、うん、いや、まあ夜中まで飲んで酒の匂いプンプンさして普通にグラウンド来てたっていうのが今や、はい、だからさ、あの俺あの当時かな、うん、いろんな野球選手と永江さん、合宿しましょう言うて、俺いっぺん武田にも誘われて日本ハムに落ちた。それ武有馬温泉に、はい、ちょっと今から撮影があるんでって、一応ゴルフ場、うん、走ってるとこ写真撮って、終わったら帰ってきて、朝飯ですわけにさん言うて、有馬温泉でしゃぶしゃぶ食って、今からゴルフですっつって、はいはいはい、今の自主トレって西崎の時と違ったらもう全然違うよ、もう追い込み方が。全然違う、ね、選手のだから、あの自主トレっていうよりも、うん、オフがない。ないよな、完璧オフやったやん、みんな。俺らももう本当にオンオフをスイッチ完全に切ってたから。いやな、今の選手は違うよね。今オフでも2日に1回ぐらいはウエイトトレーニングしたりとか。そうやね、もう寮に行って室内でティーやったりとかしてるから、マシン打ったりとか、うん、あ、これオフじゃねえなと思いながら。 OB 会長はどないなったの。え、やってるよまだ、うん、日本ハムOB 会長ですから。こんなやつが OB 会長。OB 会長だから、まあ言うたら3年西武行ったけども、だからその辺も聞きたいね。だから日本ハム行ってたよな、うんうん、ちょっと調子落ちたよね、うんうん、それでトレード、あれは俺トレード、トレード。誰とトレードやった。ね、新谷と。新谷おったおった。新谷ってもともと同級生だよ。新谷、新谷ってもともと大乗った新谷ちゃん。違うんか。セーブ、セーブ。スーッとセーブか。佐賀から。はい、佐賀から、うん、ピッチャー、右のピッチャーやね。そうそう。うん、で、セーブ来て、そいつと、うん、あ、奈良原。はいはいはい、奈良原。の2対1と取れる。いや、それもね、うん、まあ、いろいろあって話。いろいろあってよ。まあ、最終的にはトレードという形に収まったんだけど、うん、その時に、うん、俺に、首を突きつけた人が監督がいて、うん、西崎が首だって言われて、うん、あ、分かりましたと、うん、じゃあ、首でいいんで自由契約にしてくださいと。ほう、自由契約やな、ほんなとこ好きなとこ行けるから、好きなとこ行けるから、じゃあ自由契約にしてくださいと言って、うん、おし、分かった、お前あの貢献してくれたから、うん、じゃあ自由契約で、契約だと、うん、でその言われたから、うん、じゃあ次の日から動くわね、当然どっか、まあ、自分のね、行きたい球団に動くわね、うん、で、その時に、新聞に二崎自由契約出た、うん、一番最初に電話かかってきたのが東尾さん。ほう、ね、で、うん、東尾さんの電話かかってきて、お、西一回飯食おうよ、うん、はい、わかりました、うん、で、お前、うちでやらないか、うん、っていう話をいただいて、うん、で、それで、あ、わかりました、で、富さんの、やるね、その気持ちに応えて、うん、ちょ、頑張りますと、うん、で、トミさんが辞めるまでは僕も頑張ります、うん、言ったね、うん、だトミさん長期政権を持ってたから俺。はいはいはい、ね、うん、西武やんな。そう、西武、うん、の監督や、野球界が入ってすごいピッチャーで、うん、その監督がやっぱりずっと長期政権でやると思ってて、うん、よし、トミさんやるまでもう辞めませんとか言ってたら、うん、トミさん4年に辞めちゃってまあ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 、それはいいと、うん、してね、で、あの、まあ、西武の話一番最初に声かけてくれたから、うん、じゃあトミさんにもじゃあこれでお世話になりますという話をそこで決めて、うんうん、でその後ちょっとしてから、まあ、ダイエーが連絡来て、うん、先輩がいたから、うん、で携帯電話来て、
で島田真子さんっていう真子さん仲良し仲良し真子さんな、うん、真子さんから電話来て、うん、ちょっと西谷の監督王さんと、うん、王さん変わるから、うん、お世界の王やお願いします素敵ですみたいな、うんうんね、でそれで話して、うん、で FA してくれないかと FA 持ってたからほう、そう、もう FA はギリギリ使えてた、うん、あの、使える年やったからほうだけど、FA してくれと、うん、FA したら牛が手を挙げて取る、うんうんうん、で当時 FA すると FA の移籍金として球団に 1.5 倍の給料払わなきゃいけないっていうなんかシステムを、うんうん、で待てよ俺が今 FA したら球団にこんだけ金入るのかそれはちょっとならんなといやらしいやな別にいや俺をクビや言うた人間どこにどこに金を残したくないとなんだよもう俺もその時は若かったからカッカしてたからああまあいいやなんでもう東尾さんが一応声かけてくれたからもう行くって言ったから、うん、すいませんと一応あの王さんにはごめんなさい言うてともう一番最初声かけていただいたところにちょっとお世話になろうかなと思ってますと言って、うん、結局はもうそれで終わったのよほんだそのまま西武西崎だけが行けばいい話だろ、うん、でそしたらその、2日後ぐらいに球団から電話して、うん、西崎お前戦力だはいや戦力として考えてるからって言われていやいやおかしいでしょ中継って言われたよね中継やもん、うん、おかしいじゃないですかいやいやお前はトレード要員の戦力として考えてるちょっと待てとあの時の球団に言われしてお前はこうね功労者だから自由稽古してやる好きなようにしてやるって言ったのどういうことやねとああで結局はいやいやそれは球団のそれは奈良原と新谷取れるわけですからで結局はあどっか話をお前したのかっていやいやあのライオンズさんにお世話になりますからじゃあ分かったでライオンズで模索してトレードの話をまとめちゃったはあ、そういうそうで結局西崎と新谷奈良原トレードって1対2待ってよ、うんうんうん、で俺新谷と奈良原に会って、うん、ごめんなっておごめんなとなんかあ俺のあれで巻き添いってなんかハムに行くようになって本当ごめん、うん、あよ、うん、で向こうはいやいやもうトレード仕方ない、うん、言ってくれたから、うん、よかったけどなんかそこでなんかね俺もなんか気持ちモヤモヤしてるわけやはあ、そういうのはやっぱりアメリカと日本のちゃうとこやなやっぱり女王というかそうなあの当時ドライチで入って日本ハムってどこへ後楽園が本拠地って言ってたところがそれなりに日本ハムに女王も湧いてたし、はい、だから俺はもうどこも行く予定も なかったし、うん、その一筋で終わりたかった本当は日本ハムでねそうハム一筋でもう何年最後の体ボロボロになってもダメだっていう時までやりたかった本当は、うん、それはいきなり首でトレードって言われた瞬間にあらっとやっぱり冷めちゃうそういや俺まだできるやろって西武で4年でどれぐらい西武はだから抑えやつそうやな、うん、だから1年目はその当時が最後俺ヘルニアケースでヘルニアやってたからあそれを直すのにとりあえずもう先そっち直せと言って、うんまあ、シーズン夏場ぐらいから、うん、ずっと、とりあえずその首のヘルニアを直してて、うん、で終盤になって日本シリーズ、うん、でその時に大西がまあ抑えられた、うん、東尾さんに呼ばれた抑えやったことないわけやろそういうことない、はあ、それも日本シリーズで当時の横浜よ、はあ、横浜が日本一になった時のあの佐々木さんの時やそうそう大魔神が、はあ、あの時の西武は西崎を抑えて、うん、マジでと、うんまあいいやと、まあ、トミさんも、まあ、好きなようにやりますよ、うんうんね、で与えられた仕事やりますからって言ってそこで初めて俺をシリーズを抑えた、うん、でそれで一応抑えて、うん、で次のシーズン、うん、西崎そのまま今シーズン抑えたみたいなはい分かりましたどうなんよく言われるけどさずっと先発やってたやつが抑えは毎日おらなあかんわけやんいやいや先発は空きがあるわけやん、うん、でも当時のさハムのハムじゃない、うん、ライオンの先発投手は結構そう熱かった、ねうんうん、で、ああ俺ここは、まあ、まあ中継ぎでも、うん、かもしくは谷間ぐらいだったらいいかなと思った、うん、年齢も年齢だベテラン扱いもうベテランになってたからそうそうだからそしたら「いやお前いや抑えで限定1イニングで、勝ちゲーム、セーブシチュエーションだけ投げろ」はあはあはあ、でトンビさんが言ってくれて、うん、計算しやすいわね展開見ててあ今日ないな今日あるなあるなないなってそしたらすごい楽やったあで当時俺がやった時は森
森進二、はいはいはい、うん、まあ今ちょっと亡くなっちゃったけど、うん、亡くなりました。森進二が抑えやってて、うん、で森進二はどっちかというとちょっとこう弱いところがあって、うん、こっちにね、ハートがね、弱いところがあってちょっと抑えには向いてないかもしれないって話した、うんうんうん、それで俺がシリーズで抑えで、その次の年、抑えやった時に、松坂大輔が入ってきた。ほう、そうか。そう、だから松坂大輔の1年目の抑えが俺だから、もうすんごいドキドキよ。わかるやろ。だって高卒1年目やろ。だから誰も知らん、野球見たことないから、大ちゃんって言って球場に来るわけや、うんうんうん、で松坂大輔に代わりまして誰だった瞬間ね、えーっていうのが多いわけや。松坂大輔だけを見に来てるから、でそこでえーって言われた時、それで勝ち星を消してみ、何言われ変わらない。もうそれはね、ほんと大輔が投げる時だけはドキドキしないと。何年松坂大輔とやったの？3年はや、3年は3年はやった、うん、やっぱり物は違うかった、単純に見てて。いや全然違ったよ。もうだから帰ってきてキャンプ、春のキャンプや、うん、キャンプで投げてる人だと思って、わこいつすげえな。それは単純に先輩としてそれ、そういうふうに思う、うん、うわすげえなこいつ。でもフォームちょっと変えた方がもうちょっといいかなとかね、うん、ああボール自体はうわすごいの持ってる。僕ら素人目に見てよ、間違ってね、西崎とか阿波野って僕たちの時代の時って割とこう、なんていうのかな、投げるのが なんていうのかな、スムーズ、うん、スムーズって割とこう、あのカクカクしてない、ね、でも松坂って見た時って、あの甲子園時代のも見てもそうやけど、うん、なんかカクカクってしてるっていう、なんとなくイメージやねんけど、あれはだから肩に負担かかるとか、結局肩だったら、まあ、ただ来たけど、いろいろある、うんうん、だからあのやっぱこう下下半身をうまく使えてなかった、状態に頼ってしまうっていうのはあった。それぐらい強かって、何地肩がもともと強いのよ、大輔は。で、あいつも投げるじゃん、うん、プロでも完投した次の日って普通から休めるとかいうのがあるんだけど、うんうん、あいつ関係ないし、ガンガンないですよ。いや、僕大丈夫です、大丈夫です、いや、お前絶対今やめとけ。要するにあのクールダウンね、クールダウンちゃんとやって、あのケアしなさい、でないと、うん、ゆくゆくはやるぞって言ってたんですよ。で僕はでも肩強いし、大丈夫です、大丈夫です、でガンガンです。投げることで不安を解消するというか、まあ、それはね、そういうタイプ、昔の人は全部そうだろう、投げないと不安だから。はあ、その松坂大輔がもうベテランというか、まあまた契約ね、やるっていうことになったけども、まあね、いやだからそういう意味で言えば、ほんでなんでやめよう思った、もうまあかん。いやだからそれが、うん、トミさんがその年で終わったんだ。その、で東尾さんがやってたら続けてたってこと？続けてたよ。で、トミさんが俺はもう今週で終わりだからって言って、お西お前どうするって言う、え、終わりなんですかみたいな監督室で呼ばれて、うん、お前どうするって、え、俺でも監督辞めるとき辞めるって言っちゃったからなと思って、あの最初に、うんうんね、うん、あでも俺もまあちょうど15年目やったし、うん、まあ、キリがいい、うん、まあいいかなみたいな。実動、また言わ、文句言われるかもしれないけど全然調べてきてませんからね、実動だから15年で西崎幸宏の出ますわ、出しますわ、覚えてる自分の何勝何敗って。127勝何敗、101敗、22セーブあ、すごいな。防御率、通算防御率 3.14 やったかな、うん、言いにくいと思うけど、最高予測推定年俸って西崎出てたやんか、はい、推定年俸の西崎君が一番稼いだ時は日本ハムの時やろ。ハムの一番最後と、うん、まあライオンズ行ってくらいね、ライオンズ行ってくらい、その当時で億は行ってたわけやろ。億行ってた、億行ってたやろ。2億は行ってないよ。行ってないな、推定1億3000万、推定1億3000万やろ。いや、その当時はすごいわけやん、うん、1億、うん、今も4億5億なわけでしょ。当たり前やんね、4億。いや、聞きたいね、その当時は大リーグ、もし今みたいに大リーグ行けると思った西崎幸宏は、じゃあ、いや、全盛の時、うん、行きたいと思ってた、行こう、いや、そのね、あれがあれば、うん、あれがあれば、うん、だからポスティングとか、ポスティングとか、ね、いろいろ、あ、あるよな、あれば、多分、うん、チャレンジしたかったと思う、うん、したかったと思う、うん、まして、変な話やけど、うん、パリーグやし、その辺はセ・リーグと違って行きやすい空気は当初、最初からあることはなかった。でもあれ、野茂が最初に行ったな、むちゃくちゃして、ああ行ったよ、であれを見てて、うん、あ、行けるんだと、はあ、行こう思えば、
あれはだってもうものすごいもう日本プロ野球界から反感、要するにプロ野球の NPB からしたら何を、要するにルール、まあ、ルールなかったから、まあまあね、だからあいつがまあいろんなルール作ってくれたっていう、うん、そうやね、彼が言ってくれたわけ、そうそうそう、だから橋渡しみたいになってるけど、うん、まあ、あれがもうちょっと逆に俺らの先輩がそれやってたら考えたかもしれない、あ、そういう道もあるんだというのを、ということは今の子たち見て羨ましいなと思う、羨ましい、羨ましい、もうすぐポスティングで手挙げていくじゃん、うん、うん、羨ましい、なんで自分のレベルをやっぱりどこまでっていう試せるわけじゃん、ああ、その世界のトップのところで、うんうん、やっぱそういうところやりたいわけで、大谷はあなた今言うたように松坂見ましたわな、うん、じゃあ松坂のすごいピッチャーや思ったって言うたよね、うん、じゃあ大谷のバッティングはこっち置いときましょう、はい、ピッチャーとして当然見てるなら OB やから見に行ったよね、見てるね、うん、どうですか松坂のその当時見た時と大谷の最初見た時は、まあはっきり言って、うん、物が違うよね、質が違うよね、松坂のそのボールの質と大谷のボールの質っていうのはやっぱ違う、全然違う、全然違う、うん、だから重みがあるとボールと快速球系のボールと、うん、っていうのはもっと違う、もっと違う、はい、だから、うん、まあ、まさかどちらかというと、うん、重みがある、うん、あの、ノモタイプ、ノモタイプ、ほう、分かりやすい、大谷は、うん、キレがあるタイプ、うん、だから泡のタイプ、泡のとこだから、言うと西崎とかってことでしょ、いや、キレでしょ、そう、キレでしょ、そうだったのよ、ボールの球速よりも速く見えるってこと、速く見える、でも本当に速いわけや、その上、大谷は、大谷は速いね、で、背もあるしね、背もあるし、上からドンってくるしね、うん、だから大谷とその前にダルビッシュって、うん、そうそう、ダルビッシュやん、ダルビッシュ、だからあの2人は本当によく似てる、あ、似てるの、似てる、似てる、で、ダルビッシュはどちらかというとダルビッシュの方がすごいのは、うん、あの、変化球が多彩、いろんな変化球を持ってる、ほう、で、常に自分をレベルアップするために求めてるものがある、はい、もうここで満足しちゃうんじゃなくて、うん、このステップアップするために何がしたらいいっていうのを常に求めてるのがダルビッシュ、だから俺はダルビッシュはすごいピッチャーだと思う、はあ、いや、だからいろいろ日本球界に物申したりツイッターで言うたり、うん、ガンガン行くやん、いやいや、大阪の子やなと思いますよあ、大阪の、いや、でもね、うん、ああって言わないと変わらないっていうのもあると思う、うん、いろんな意味で、いや、だから OB 会長として聞きたいね、うん、だからピッチャーのことは分かった、大谷はやっぱすごいと、バッターもすごい、バッターとしてもすごいの、あ、大谷、大谷、いや、すごいと思うよ、なんであのメジャーでホームラン打てるんで、それはすごいかな、西崎君は、あ、そうか、バット立ってないのか、立ってない、立ってない、もう、普通のユニオンも一緒にも来てないから、もう全然世代が違うから、大谷なんでうちの娘と同じ年やないいや、OB 会長として聞くよ、OB 会長として聞くよ、清宮君はどうですか、清宮君ね、日本ハム、いや、俺は頑張ってほしいのよなんでかというと、はい、背番号21番なのよ、そうや、そうやそうや、そうや、先生、そこ気づいてや、そうや、そうや、西崎の背番号や、やっぱりエース、日本ハム21、そうやな、本当に頑張ってほしいのよ、頑張ってほしいな、いや、でもね、21、俺清宮入るとき21じゃなくて、うん、21を斉藤優ちゃんがつけて、優ちゃんね、斉藤優樹、さ、斉藤優樹もちょっと、21つけて、うん、ゆうちゃんの1を清宮に譲ったら俺ゆうちゃんかばかったなと思ったんだけどねでも結局ゆうちゃんも背番号が変わったでしょ、1やんか、1やんか、うん、だから1にね、もともとは18で始めて1になったので清宮が21、うん、日本ハム OB としてそう言って聞きたいんですけども、おいろいろ SNS とかで、まあ大騒ぎになってませんけども、とりあえず、来期とか21年ね、2021年は栗山さん、10年目ねえ、ねえとか言ってますこれね、賛否は一そう、賛否両論分かれてるやんか、うん、長いからいいっていうこともあるし、もちろん栗山さんでいろんなことをやってくれて、いろんな選手もといろいろ育ったっていうのもある、あるあるよね、あなた日本ハムの解説で札幌市中行ってるわけでしょ、はい、はい、行ってるわけですよねさあ、もうさすがに来年10年目でさすがにもうあとはないわな、いや、当然ないないよね、もう優勝しかない、言える、だって監督より年上やねんから、いやいやいや、監督の方が年上やから、あ、そうや、俺ら年上三つ上や、三つ上、三つ上やったか、そうそうそう、だから若見えんねん、あの人そう、監督年上 か、そうやね、そう、
もう本当優勝しなかったらもうやめるしかない。ああ、うん、でシーズン途中でもあかんと思ったら退く、で代行立てる。それぐらいの気持ちでやってほしい。日本ハム OB としてはね、監督はね。ああ、多分ね、本当あの稲葉にやらしたかったと思うのよ、正直な話。そうやろな、それが稲葉の方がジャパンに行ってもだから。ジャパン行って本当は今年オリンピックが、今年っていうか2020年オリンピックがあったら。そうか、終わってるわ、もうその時点で終わってるのよ。2021年は空いてるわけや。そうか、そういうことな。それもある。ワンポイントでいったらよかったんや。なんでやいや、ピッチングコーチとかやったことないんやろ。ないよ。せやねん、西田幸宏、まだ先ほどダブ出てますけど、新人を争った阿波野は最近ジャイアンツにも行って、今よ、与田さんに呼ばれて中日って。中日ね。でもな、何回か声かけられたやろ。ないって、一切ない。そう、なんで、どういうことやねんな、ピッチングコーチと。わからへん、呼んでやってそのいや今ちょっと髪の毛こんなんでな、チャラチャラしてるけど、うん、これちょっと白髪染め入ったらこんなんなっちゃったのよ。わかるわかる。いや、一回ぐらいはやりたいやろ、コーチ、別に、もちろん監督はやりたいやろうけど。いや、監督っていうのも、ほんと選ばれた人じゃないと無理だと思うね。監督はしんどい。でも、ピッチングコーチかなんかはやってみたい。いや、俺ね、うん、どっちかというと1軍より2軍とか、そっちの方が俺、教えたい。はぁ、若い子たち、入ってきた子たち。あの、伸びしろが見えるわけ。うん、この子これ教えたら伸びるな、うん、ね、うん、でそろそろあの結果を出していけば多分嬉しいやん、うん、でも一軍ってある程度出来上がった集団に。そうやな、うん、差配やもんな、そういう意味で言うと。あ、じゃあ誰をどこに投げるってローテーションを決める、うん、それだけやん、うん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 、なん別に監督がこれ投げさせたらそれで終わってしまうから、うん、そしたら意味ないやん、うん、誰でもできるやん。あ、ぜひ、二軍、うん、ピッチングコーチ、NPB の皆さん、まあもう今シーズンはもう決まってしまいました、ぜひ来年、西田幸宏、2軍ピッチングコーチ、3軍とかも今できてきたよ。できてきたね。3軍でもいい。でもいい。3軍だから本当 BC リーグでもいい。 BC リーグはいけるやろ、いっぱいいってるやん。もう本当にね、あのプロを目指す、もしくはプロ、あの1軍を目指す、 NPB の1軍を目指す、そういうな人を教えたい。今日なかなか貴重なお話聞きました。とりあえず日本ハムのことと西武のことと、もちろん学生時代から西崎幸宏のこのね、生い立ちも含めて聞けたってなかなかないと思うし、で今じゃ夢はあるんですよ。だから教えたいんです、若い子。え、高校は？高校以上、あのアマチュア取ったから。取ったんやろ。取ったやん。いけるやん。いけるいける。あ、もうあのアマチュア高校の方から申請があれば。西崎さんお願いしますと。そう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 、間口は広く持っておりますので皆さん、高野連の皆さん、もう NPB 高野連、そしてアイランドリーグとかそういうね、ネットリーグどこでも西田幸宏行きます。そして私、広報でどこでも行かさせていただきますので、セットでね、セットで、同い年でございます。若い時はかなり、お互い、とんがって生意気なことばっかりで、いろいろ上の方に歯向かったり、いろいろそうそうはいたしますけど、すっかり年を取りまして、はい、丸くなって、丸くなって、もう謙虚に、はい、お届けしていきたいと思いますので、ぜひこれをご覧の皆様、お声掛けいただけると。ちょっとメッセージ最後じゃあください。プロ野球界についてというか、はい、まあなんか野球、基本的に野球好きやんか。まあね、基本的に野球は嫌いだったらやってない。やってないもんな。だからやっぱり本当にあの今ね、子供たちが野球人口は少ない、うん、そうやね。だからまあそこを今伸ばそうとして、いろいろようやってるもんな、あの野球あれ、うん、野球教室もいろいろやってます。だから野球教室を教えに来てほしいって方も、それも窓口広げてます。窓口広げてます。あ、僕通して僕間乗るかもしれませんけどこちらの方に問い合わせ一度こっちに流しますいやでも本当そうやな。本当本当、もう本当にね、あの野球ってこんだけ楽しいんだというのをやっぱ子供に教えてるんでね。だからちょうど西崎とかと、まあ最後に締めになるけど、こういろいろ教えたり、やりたいということ。いや本当、あの野球の人口を広げて、うん、どんどんプロ野球 NPB にこう送り込む、うん、まあ、ここはメジャーリーガーな、育てれるようなそんな人になりたいな、はい、ということでね、今日はいろんな素晴らしいお話を聞かせてきました。また多分ね、話尽きないですかね、この男はね、という同い年の日本ハム、そして西武でも活躍しました
元プロ野球選手でございます西崎幸洋さんでございました。ありがとうございました。